赤池駅周辺のマンション群かぐやまのマンション群日清駅周辺のマンション群日清市は愛知県の中部に位置するし多くの大学や高校、研究開発機関が存在する田園学園都市で終わり地方の東端に位置し、西は名古屋市、東は豊田市に隣接している。名古屋市営地下鉄鶴舞線、名鉄豊田線の開通。 土地区画整理事業や民間デベロッパーによる宅地開発等により急速に都市化が進み、国勢調査による人口増加率は全国の市の中で2位となった。なお、市としての日清のローマ字表記は日清ではなく英知のない日清と綴られていることがある。 ただし、公式ウェブサイト https コロンスラッシュスラッシュ www.city.nisshin.lg.jp など一部には、日清の表記も見られる。市の名称が、日清の名前の由来は、日露戦争における、巡洋艦日清の活躍にちなんで名付けられた説も、あり、古くからの地名に、ゆかりがないこと、また、 市相の局公文が古めかしいとの印象論で、これらの変更を求める一部世論もあるようだが、市民アンケートの結果により、現行維持が選択されている。日清市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。名古屋市の東に広がる。 東部級領地に位置し、市のほぼ中央を天白川が東西に流れる。河川古昇括弧内は、数字は、発足年、地名は、大座の好のみ自治体名、それ以外は旧場、大座なである。本庁舎北庁舎2019年度当初、予算案市内に警察署はない。愛知軍統合町にある愛知警察署が管轄する。 同所は、市境から約1キロメートルの場所に位置している。岩崎城市公園内の中義彦のほかに、市内には公園や広場、緑地が点在する。岩崎城歴史記念館海外2005年に開催された愛知万博で、愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、それぞれ一市町村一国フレンドシップ事業として、 フレンドシップ相手国として迎え入れた。国内に投資内からの徒歩圏に以下の店舗が存在する。赤池駅日清駅、名鉄豊田線は市の南部を東西に貫通している。市役所へは日清駅が最寄りであるが赤池駅をまたいで鶴舞線方面へ向かうと運賃が割高となり、また赤池駅以東の列車本数が減少するため市南西部の住民は 赤池駅を利用することも少なくない。名古屋市方面への通勤、通学の他にも、豊田市方面への通勤も多く、宅地開発に伴って、米の儀駅の利用者も増加している。他に、市駅から徒歩圏内にある駅として、地下鉄鶴舞線の平張駅、東武急陵線の長久手湖線上駅、芸大通駅、名鉄豊田線の黒笹駅がある。東市北部へは、 路線バスが地下鉄東山線の星ヶ丘駅、本郷駅、藤ヶ丘駅から出ており、路線バスと地下鉄を乗り継いで、それらの駅を利用する人も多い。クルリンバス N ヌバスも地域を通過しているが、市内に停留所はない。日清ジャンクション市内にインターチェンジはない。最寄りインターチェンジは、名古屋 IC、東名三好インターチェンジ、または、長久手 IC。日清市は、 東名高速道路からの市内アクセスを可能とするスマートインターチェンジの設置に向けた外力検討、周辺現況調査を2016年度から開始。2019年9月20日、国土交通大臣より東名高速道路と統合パーキングエリアと日清指導との連結が許可された。車検証の住所が本市の自動車には名古屋ナンバーが交付される。 愛知学院大学名古屋外国語大学名古屋小科、大学平成25年度、県下でも珍しい小中併設校が開校した。竹の山小学校と日清北中学校が併設校である。妙泉寺天地社旧本殿五式園注釈出展。ありがとうございます。